滝駅は、三重県滝郡滝町滝にある、東海旅客鉄道の駅である、当駅の所属線である、紀勢本線から、三宮線が分岐する。交通の要衝として、特急、南紀を含むすべての列車が停車する。線路名称上は、三宮線の起点駅であるが、紀勢本線松阪方面からの特急以外の列車に、 ついては、当駅から三宮線に直通するものが多く、運転系統上では、帰制本線新宮方面への普通列車の多くが、当駅始発となっている。分岐駅においては、本線の方がまっすぐ伸びており、支線の方が大きく曲がる形で分岐するのが、通常であるが、当駅は、例外で、本線である、帰省本線の方が大きく曲がっており、市線である、参宮線の方が、 まっすぐになっている。これは、亀山駅から三宮線の外城多型面がはじめに、あって、紀勢本線の大川方面が後から建設されたという、歴史的経緯による。プラットホーム三宮線の0キロポスト島式ホーム2面4線を、有する地上駅である。駅舎とホームは、古戦橋で連絡している。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、紀勢本線で、 大岡駅、阿蘇駅間の各駅、及び三宮線の外上電駅を管理している。緑の窓口が設置されているが、係員が、駅構内の入れ替え係員と兼務のため、窓口が閉鎖されている。時間帯が1日数回ある。自動券売機の設置はなく、乗車券類はすべて窓口のマルスタン末での発行となる。自動改札機は設置されていない。 駅構内に乗務員区所である伊勢海行くがある。ホームに LED 発車表が設置されている。上りは2番線、下りは4番線を本線としているため、快速や特急はすべてこのホームを使用する。副本線である1.3番線は、始発列車の発車に使われることが多いが、例外もある。当駅では、かつて臨時車扱い貨物のみを取り扱い。 定期貨物列車の設定はなかったが、2016年4月1日の亀山駅宇どの駅間貨物営業廃止に伴い、貨物取扱いは廃止された。三宮線の東側に沿って、大変三重事業所へ続く専用線があり、そこを発着する、変圧器などを輸送する、特大貨物輸送列車が年に数回ほど運行される、ことがあった。三重県統計省によると、 一日の平均乗車辞任は以下の通りである。滝駅の利用状況の変遷を下表に示す。駅名のみならず、所在地も滝郡滝町、滝となっているが、役場をはじめとした町の中心的施設はほぼ全てが、大家にあるため、当駅周辺には若干の市街地が広がっているものの、目立った施設があるわけではない。松阪市。 滝群名和町との境界に近く、松阪市方田町、名和町言わない等が利用券に入っている。ありがとうございます。